従前大歩燈の煎じ薬。従前大歩燈とは、漢方薬の一種である。出典は、和剤局法、保液剤の一つ。つむら従前大砥エ液ス剤下流処方例病後や、術後の体力低下、疲労検体、食欲不振、寝汗、手足の冷え、貧血次の事柄に留意する必要がある。肝臓含有のため血清下流無打ち、血圧などに注意する。 異常があった場合、投与中止。高齢者は、生理機能の低下のため減量を。妊産婦、小児は安全性未確率である。次の薬剤との併用により、ニセアルドステロン症、ミオパシーが出現しやすくなる。肝臓がん誘生剤グリチルリチン酸及び、その塩類を含有する。製剤次の患者には慎重に投与する。 一しく胃腸の巨弱な患者食欲不振、悪心、嘔吐がある患者台湾では、この従前大夫の材料を煮込み、焦げ茶色のスープを作成。そのスープに、鶏肉や、羊肉、肺骨、生酢などを入れた各メニューが存在する。台湾に行って、薬膳スープというと、これらのものを指す場合が多い。メニューには、 従前と書かれてあり、この丸々の部分に中に入っている具が鳥なのか羊なのかを指し示す漢字が書かれている。薬用紙として販売されていたことのある薬こと武器の処方には、この従前大砥頭と海新や前も人気丸が参考にされたとされている。ありがとうございます。